こんにちは、タエです。こんにちは、ほのみです。今日は茨城県にあるワンウェイゴルフクラブに来ています。夏の4人対決の時のように宮下さんからお手紙をいただいてます。はい、読みます。今日はタエちゃん、ほのちゃんに検証してほしいことがあります。名付けて、たった1本のクラブでゴルフをしても70台は出せるのかです。タエ袋、ほの袋、それぞれには18枚のカードが入っています。袋の中の18枚中13枚はクラブの名前が記されています。各ホールごとに1枚ずつ引いて、紙に書いてある1本を使ってグリーンまでプレーしてください。グリーン上はパターを使います。残る5枚には自分の好きなクラブを選べるチャンスカードが入っています。一度使ったカードは使えません。2人で協力して70台でのラウンドができるということを示してくださいとのことです。頑張ります。今日は対戦じゃなくて協力ですね。はい、はい、頑張ります。頑張ります。でもね、練習になるよね。なるなる。1本ね、私普通に普段の練習でも7番ヤンで100ヤード打つ練習とかしてます。なんか林とか入れたらさ、なんとなく100ヤードが分かってればね、何ヤード出したいとか、うんうん、それが今日は試される日ですね。見ましょうね。自分でハードル上げてる。どんどん上げろ。9番アイアン。まあ、なんかわかんないけどね。何が出るかわかんない。やばいよ。何が6番ユーティリティです。じゃあ6番と9番で1番いきます。行かせる、うまく。3-4だね。うん、私は2-4だけど、セカンド抑え、結構抑えないとダメだ。どっちから行く？私番手がでかい方で。でかい方から行こうか。じゃあ毎回1打目は普通にフルショットで行きます。お願いします。お願いします。飛ばないってことだよ。今びっくりした私。想像以上に飛んでない。だそこじゃないじゃん。はるちゃん、お願いします。お願いします。やばい、ダメっちゃった。やばかい。やばいよ、想像以上の、ね、距離。もう安牌に3-4。そうだね。もう見えたよ。もう見えたよ。でもさ、あそこで100ってことは100の手前で止めないといけないの。だよね。3打目をちゃんと普通に触れるところに。ちょうどいい距離じゃない？ちょうどいい距離かも。うん。なんかめっちゃ頭を使いますね、今日は。本当に計算。私大丈夫かな。140残り。きついね。140だから、これがフルショットで160ぐらいなんで、多分8割ぐらいがちょうどいいのかな。
ナイスパ、ありがとう。ありがとう。あれだね、絶対スワンできる距離の時は、うん、端っこでもいいから強い人がいい。とりあえずパー取って、いやほのちゃんとかさ絶対3-4じゃないと無理な距離じゃん、ね、そういうとこはボギー出やすくなるよね。なるね。怖い、ここくじ引きたくない。だってめっちゃ池出てきてるよ、うん、え、ここでユーティリティ来たら強いよ。完璧だねそれ。私もう引いちゃったよ。引いちゃった。ここで4ユーとか欲しい。めっちゃいい。引きます。はい、OK、来たよ。めっちゃいいじゃん。来ました来ました。え、めっちゃいいじゃん。いいね。何するんですか。秘密。秘密なんだ。私もそれが発生。タイちゃんはね、今ね、呪いをかけて。やめて。取っちゃうの、呪いを。怪しい。ピンクじゃない。あ、おお。6万アイアンです。まあ、そこそこ。いいかな。そこそこで。じゃあ、頑張りましょう。でもさ、これさ、3番で200。いや。何するの？120ヤード。え、何の方がいいかな？4ユーとか。4ユーでいいと思う。4ユー、でもユーティリティならどれでもいいと思う。え、だって4ユーで180いったとして、うん、残りまた180打って、で60ヤードか。60ヤードユーティリティもきつくない？難しいね。だって池かかったらアウトだよね。かかるよ、だってかかる距離だもん、これ。これチャンスじゃないよ。ピンチだよ。ピンチだ。143回打ったらぴったりだよ。じゃあ6番で。6番なのか。じゃあ6番でいく。6番でいく。たんちゃんもチャンスじゃん。私チャンスじゃん、めっちゃいいじゃん。なんて言ったっけ今。え？じゃあ240って言ったから。いった？多分。おそらくおそらく。やばい、想像以上な距離だ。115ヤードです。あ、やばい。 OB なのかな。ちょっとどうなんでしょう。池越えてるんで残ってるかな。でかいよこれ。でかいの？あ、こんな行く？え、大丈夫だよね。
あ、大丈夫でしょ。あるよね。あるけど、やばくない？え、奥やばいかな。笑えなくなってくる。え、怖いな、これ行ってた。やばい。ボギーだよ。あのバンカーから出たことも奇跡だね。私こういうのやったことないよね。まだ2番だよ。いや2番めっちゃ2番だけどさ、もうさ通報番私だって今9 今多分9だと思う。やめて。今は何？毒が入ってる。毒が入ってるの。これ。あ、ピンク。最悪。ちょっと待って。行くよ。ドライバー。4番 UTT です。ドライバーいいよ。ドライバー皆さん見ましょうね。来ちゃった、来ちゃったね。どうな、でもさ、どうなんだろう。私の感覚の問題だね。距離感の問題。そうそう、余裕割と良くない？割とね。だってちょっと軽く取って手に置きました。いけるよ、いける。乗ればいいって感じ。うん、とりあえずナイス。ナイス。おい、いいな。でしょ。なんだろう。ショートピーの方が当たるかな。そんなことない。そんなことない。天ぷらさせればいいんじゃない。天ぷらピューめっちゃ高くいくな。そう。絶対コロコロの方がいいって。コロコロ？うん。え、でもさ、これバンカー出たら終わりだね。終わり。ライバーでバンカーって。ちょっと見てみたいですね。やめてください。と思った。いや、ここは私バーディー行けるよ。結構近いよ。ずるい。いいな。え、でも結構あ奥。え、結構奥行った？結構奥行った。え、トムちゃんめっちゃうまい。ね。いい感じ。コロコロでね。コロコロしかない。コロコロだよ。長いクラブが。
が怖いってバンカーが怖かっためっちゃショートしちゃったしんどいおーいってヒューって言ったのね。あ、でももうドライバー使うことないか。そうだよ。そっか、今練習しようとしちゃったアプローチでもあれね、ドライバーは唯一練習になるのかな、今日のねだって、抑えてることないもんね。うん、そうそうそうでもそういう時もあるよってことあるかもしれないね、うん、もしものためのほっとしている。これから来るんでしょ、私楽しみにしていて。やだな結構距離感難しいな。ね、うん、なんか抑えてっても意外と飛んでくドライバーって。ほんと発見今日それ気をつけて。うん、気をつけて。